yelling you fucker, hey, yelling you sucker, I'm yelling you fucker, hey, yelling you sucker, I'm yelling you fucker, hey, yelling you sucker, I'm yelling you fucker, hey, hey, 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 you sucker, I'm out. あ、どうも、はじめまして、藤丸でーす。デモンズソウルの、実況動画をやっていきたいと思っております。よろしくお願いします。で、まあ一応ですね、若干のあの、縛りをですね、ありでやっていきたいと思ってます。今もうすでに、いろんな方々がこのデモンズソウルの実況動画をですね、いろんな形でまあやられてますので、あんまりその被らない感じでやりたいなぁと思いまして、いろいろ考えてみたんですけれども、その中から今回は、奴隷縛りということで、やりたいなぁと思ってます。で、まあ、その内容なんですけれども、鉄の掟ということで、まず、一つ、右手は折れた直剣しか装備してはならない。右手。で、左手は、奴隷の盾しか装備してはいけないと。まあ、それ以外の、もう一切左手では持ちません。で、まあ、もう一つ、最後に、必ず、まあその状態で一周目はクリアしなければならないと。という感じで、まあ、どうなんでしょうね。ぶっちゃけ私そんなには上手くないので、ちょっと無理あるかなーって思ってはいるんですけれども、まあ、やってみなきゃわかんないので、とりあえずは、そんな感じで、スタートしたいなーと思ってます。でもこれ、触媒とかタリスマンを装備できないっていう時点で、当然のことながら魔法も奇跡も、使えないのでね、それも大丈夫かよってちょっと思ってるんですけども。あとアイテムの使用に関しては、まあ今のところはちょっと規制なしでいこうかなと思ってます。あんまりガッチガチに縛られてもね、もう言うほどのド M ではないので、まあでも、万が一、こう進めていくうちに、こう、ちょっとこれはあんまりにも緩すぎるだろうってことになったら、まあそれはそれで、その時点で、まあ少し規制するなり、何らかの手を打ちたいなと思ってます。で、あと、一応、オンラインで進行しますけれども、基本、基本的には、青ファンの召喚は禁止ということで、まあ、こっちから青サインを出すのは別に OK ということにはしますけれども、まあ、当然装備はそのまんまなので、まあ、何の協力もできないと思いますので、まあ、多分、しないと思います。もちろん、まあ、こっちから黒ファン侵入なんていうのね、持ってのほか、あとは黒ファンに入られた時にどう対応しようかなと、いうのはまあ、それはまたその時にね、ちょっと考えながら。考えながらって、まあ、やられるでしょうけどね。まあまあ、それはそれっていうことでやっていきたいと思います。でですね、あと、
今回あの縛りで使うキャラクターなんですけども、それもうすでに、作ってあります、うん、今この画面に映っているこの赤い彼はですね、これはずっと一番メインで使っているあの藤丸というキャラクターなんですけども、まあ、彼はもうまあトロフィーの方もねあのコンプリートして、まあほとんど隠居生活に入ったという、まあそういうキャラクターでね、まあ今回一応このマットムービー的なものをちょっとオープニングということでちょっと入れさせてもらったんですけども、まあ彼にはそれにね主演という形でちょっと出てもらったんですけどね。皆さん、見てもらいましたかね？一番最後、炎の嵐をぶっ放した後にね、こう、弓をこう、胸に、こう、ダッとスッとこう、ね、射抜かれて、崩れ去って、最後終わりみたいな。素晴らしい演技をね、こう、かましてくれたんですけどね、藤丸くん。で、今回、そのキャラクターはですね、まあ、じゃあせっかくなんで、ちょっと彼とちょっと変わりましょうかね。はい、それでは、改めまして、こんにちは。どうでしょうか、この顔。自分なりにですね、頑張って奴隷兵っぽい感じに仕上げたつもりなんですけれども、まあそんな彼で、まあ、今回、進めていきたいなと思ってます。で生まれはですね、今回放浪者ですねを、選んでみました。特に。これといった理由はないんですけど、でもすでにチュートリアルの方はね終わってまして、あとはまあこのボーレタリアから冒険をね始めていく感じになりますけれども、まあただ今この現時点ではですね奴隷のまあ象徴たる折れた直剣とね、奴隷の盾、これを、まあ、持ってませんので、まあ、ちょっと、これからね、ポレタリアに行って、その折れた直剣と奴隷の盾が、まあ、出揃うまで、まあ、マラソンしようかなと思ってます。まあ、その二つのアイテムが揃うまでは、まあ、この初期装備のままで、で、揃ったところからですね、まあ、次回、その奴隷兵縛りの実況第1夜をですね、スタートしたいなと。そういうふうに思ってます。まあ、ですので、まあ次回はね、その、一人前のね、その奴隷兵となった彼の姿を、まあお見せするところから始めたいと思ってます。まあそんな感じで一体どうなることか見当もつかないんですけれども、まあ楽しみながらやっていければいいなと思ってますので、よろしければ次回も見てやってください。それではご視聴ありがとうございました。藤丸でした。